おはようございます。長野市議会議員のオレンジのっちゃんの小泉一馬が今日も街頭演説やってきましたというご報告でございまして、先週ね、一回も街頭演説できなかったんですよね。というのはね、皆様のおかげで視察に行かせていただきましたね。委員会視察に週の前半は、どこ行ったんだっけ、柏行って、岡崎行って、それから富山行ってね。まあ、見聞を広げてまいりました。それはいいんですが、もう夜の年並みには変わってずと言うべきかな、なのが小泉帰ってきたらね、風邪ひいて寝込んじゃいまして、まあ、土曜日あたりまでは本調子出なかったです。今も本調子出てないんですけれども、まあ、発熱してましてね。まあ、偉い目に遭いましたよ、この時期。本当にね、夏風邪とかひいちゃいけませんね。皆様もご自愛くださいませということで、で、皆様にご報告したいのはね、今日も外転列でぶちかましたんですけども、これね、長野市民新聞なんと一面トップ記事ですよ、このラーメン通信で、市内の、店紹介ランキング形式でってことで、ラーメン通信ね、長野ラーメン通信、これ小泉と仲間の方々でやっている、長野市ラーメンアップする会っていう、もう長野市の方だったら誰でも入ってるっていうラーメンの会があるんですけれども、まあ今3000人ぐらいね、いまして、で、その方々の、去年の、じゃあどのね、長野市のお店ラーメンの投稿が多かったかってことで、ランキングしました。なんと、フリーペーパーにしちゃったんですね。これはね、小泉一馬だけのね、手柄っていうつもりはもちろんなくてですね、ランキングを集計してくれたね、東田和也さんという方もいらっしゃいます。それからね、何よりね、これペンネームになってる、沢吉さんという、これ、もう、あれですよ、その実際を聞けば、そんな仕事やってる方がなんでラーメンの編集やんのっていう方、そういう方がね、非常に、お力を貸してくださいまして。で、小泉は何をやってるかというとね、もうできたんで、もうね、地道に置いてくれるお店を探しているっていう作業をしています。昨日も、一つね、ホテルに置いてくださいってお願いしてね、それは置いていいよって言われたのはね、トレンドホテルっていうお店ね、あんまり大きいホテルじゃないって言っちゃいけないけど、そこ持ってたら大変なところもありましてね、あ、これ、ただならお貸しくださいって、ただです。フリーペーパーですからねっつって、これ、じゃあ、なくなったら電話しますねって、もうそんな反応のいいところも珍しいんですけども、まあそうやってね、置いて、ラーメン屋さんの紹介するラーメン通信。ますますラーメンが長野市でね、盛んに食べられるようにラーメン業界がね、発展するようにということで、小泉和もね、実のあることを議員としてやっている。そこを言いたい、そこをね、議会で発言するだけじゃないぞということで、こういうことも地道にやっています。営業に回ってますから、お店にね、置いてくれるとこあったらね、教えてくださいね。これね、なかなか難しいんですよ。食べ物屋さんにね、持ってったってラーメンとか、こっちで食べ物やってるのラーメンの紹介なんかできるわけねえだろって言われちゃいそうな気がするし。で、ラーメンもね、これランキングペーパーなんで、ランキング以外のところはね、持ってったって、なんでそんなうちが他の店の宣伝しなきゃいけないのって言われちゃいそうな気もしますよね。で、今やってるのは、まあ、主には、宿泊業ね、宿屋さん。それからね、観光はね、観光というクリック地でもいいなと思うんで、長野駅の中の観光案内所は置いてもらったし、それから観光コンベンションビューローね、門前プラザの中、それから長野県観光、新州観光機構っていうんですか、今、あそこにも置いてもらいました。県庁の1階。で、2階にもあるか。で、そういうところにもね、置いてもらって、じゃあ、あとどこかなっていうところで、伸び悩んでいるところですので、一つぜひ、置いていただきたい、あなたの店に。よろしくお願いいたします。お店の話題作り、コミュニケーション作り、いかがでしょうか。今日は宣伝でした。にゃっ。